はい、ハンマケの本家のハンマヨ先生です。よく人間がね、私の仕事、正しく仕事をする仕事に対してね、妨害してくるんですよ。で、人間たちはね、経営とか稼ぐこと結構頑張るんだけども、必ず悪いことが入るんですね。だから自然に死んでいくんですよ。仕事をするとマイナスなんですね。生きてマイナスになってしまうわけですね。で、そんなことでね、人間の場合必ず、で、悪いことして仕事を入れちゃうんですね。で、それでね、私がそれにならないと、ね、死んでいかないと。っていうのは、だから悪いことをしないで仕事するからですね。で、それはね、ちょっと普通よりか大変なんですよ。人間たちのそのできないからってできるものに対して攻撃してきますからね。そういうのでやられないようにしないといけないということがまず一番大変ですね。いや、と仕事と同じですかね。仕事もだから悪いことが入らないね、仕事を見つけてやるわけですね。だからすぐ収入になるものをすぐ取ると悪いことになるような仕事が必ずありますから、どけないといけないわけですけど、人間たちはそれは面倒くさいっていうんで、ね、悪いことでもすぐ取れる、稼ぐ、いける仕事をやるわけですね。で、やり方を教えても面倒くさい。ね、そんなこといちいちとね取って仕事できないということなのね。それでね、私と人間たちと違うんで、人間たちはそれで不服で言ってくんだけど、不服じゃないんだ。人間というのは単なる強肉食生物でね、盗んで仕事するのが専門なんですね。道具を使って強奪ですね。あれとは海賊と同じなんですよ、人間って。だからそれで仕事してましてね、まあそういう関係で、人間と上の生物、私ですね、本物貴族の間にはそういう関係があるんですね。ただ私地球で一人だけでしょ、上の生物がね。だから簡単にやっつけられると思うんで、人間たち全員でかかってくるんだけど、そうは問屋を下ろさないということで。生物ってね、地球人だけじゃないんですよ。宇宙全体で生きてまして、人間しょっちゅうやってるでしょ。いい顔、いい頭見せて、宇宙の方の頭に二重人格でいつもいるんですよ。悪いことやってないよっつって、いつも24時間悪いことやってるんですけど、人間っていうのはね、その頭にいるとやられちゃうからね。その正しい動き、ちゃんとした仕事って宇宙生物の方に頭乗りかかるんですね。二重人格でね。実際は違うんだけども、それに入るわけです。で、また高度なね、仕事とか、ちゃん、あの、済んだ仕事に頭を向けるんだけども、いざ自分勝手にね、人間たち都合悪いと、そのルールに従わないわけですね。だから行ったり来たり、行ったり来たりして、宇宙に騙して、宇宙にやられちゃうんだね。悪いことを考えて仕事してると。だから悪いことをしながら二重人格で、問題が出てやばいなっていう時には、その正しい頭になりきってね、宇宙生物の頭に入り込むんです。そういうとこ行って、ね、必ず人間ってのは強肉食生物で、強奪が仕事ですね。だから正しい仕事しないんですね。面倒くさいっていうことなんですよ。面倒くさいは面倒くさいって、そういう殻の中に、檻の中に入れてやっとかないといけないんですね。ただ、道具使うんで、ないんですね、資源が。そういうところはなかなか、今、最近はね、宇宙にないんですよ。資源がないんですよ。ね、だから、人間たちの人口を減らすしかないわけですけどね。なかなか言うことを聞きない。世界の宇宙のね、住みやすい安全な環境というのは大事なわけですけどね。人間たちは道具を使っての
単なる今日肉食生物とか、ライオンの場合は道具使わないでしょ、牙自分の持ってるものでしょ、だから爪だってね。で、攻撃のは爪出しますけどね、普通にペットみたいに飼うと爪出さないでね、ちゃんとね、危ないからね。人間の場合道具まで使うんでね、そうなりますと、ある人間たちだけは檻の中ってある範囲内で済ますしかないわけです。あと人口を増やさないでね。ライオンの場合はまだ道具使わないからね、今地球の中でまあなんとか、それでも危険は危険だけどね、ライオンとかトラとかね、とどめられるんだけど、人間の場合は道具使いますからね。ちょっとの力ですごい一人数人でも相当な大きいね、宇宙中でいいようなところを探さないといけないわけですよ。で、今人間っていうのはそれはちょっとないのにね、そういう資源がないのに非常に多すぎるということですね、今日肉食生物。今ないんですね、資源が全然そういうところなくて、そういうところに行かせて済ませばいいんだけど。地球環境ではあんまり人間っていうのはいいもんじゃないんですね。単なる今日肉食生物で道具を使う肉食生物なんですね。だから泥棒ですね。強奪。それが仕事ですね。で、今回言いたかったのはそういうことですね。私の仕事邪魔してきてるんじゃなくて、脅して財産取ろうとしたり、情報で稼げるものを盗んだりとか、発明を盗んだりとか、そういうことですね。そういう意味では脅してくるわけですね。宇宙での決まり話だからね、私が動いてるので、私が言わなくたってもそうなるしね。人間たちの行動で一緒に歩いてても、あ、もう違う、やばいっていうのがあるわけです。流れが悪いことする流れで。ね、道を歩いてるっていうのも分かるんで、外さないといけないわけですね。